皆さんこんにちは。今回は RMK のおすすめのアイテムについてのトピをまとめました。気になるアイテムが見つかるといいな。それでは早速どうぞ。W トリートメントオイル。ニキビができやすくてあれこれ試したんだけど、これ使うと浸透力アップするみたいで、よりニキビが減った。ありとなしでは全然違う。私には合ってました。次に使う化粧水や美容液がしっかり浸透してくれている感じがします。今人気で、店頭の在庫がないから予約中です。 化粧水前にマッサージしながら使うと、肌がもちもちになって乾燥しなくなりました。少量で顔全体使えるからすごくコスパもいいですよ。ちょっとベタつくかな。夏は使えない。香りは好きだけど、リクイドファンデーションフローレスカバレッジ。フローレスカバレッジよかった。肌が綺麗な人っぽい仕上がりになるし、マスクにつきにくいから崩れにくい。めっちゃめちゃ綺麗な肌してた中国人の女の子に。 ファンデ何使ってるか聞いたら RMK って言ってた。めちゃくちゃ綺麗に見えますよね。素肌の綺麗さの底上げをしてくれる感じ。ファンデーション薄付きで物足らない感じ。でもマスクには驚くほどつかない。夕方になってもよれてないし。使用感や保湿感。スキンケア効果をより優先したってことじゃないかな。40代になって自然と使用しなくなった。わかる。隠したいものが多くなってくる無理よね。あらォーですがファンデを愛用しています。薄付きだけど肌が綺麗な人になれます。 きちんとカバーしたい時は物足りませんが、肌が綺麗なら、より綺麗な素肌感と化粧感出るから良いんだろうね。ジェルクリーミーファンデーション。いろんなブランドのファンデーションに浮気するけど、結局 RMK のジェルクリーミーファンデーションが一番合うことに気づく、スキンケアからベースメイクすべて RMK 使ってます。ファンデーションもいろいろ使いましたが、クリーミーファンデーションとリクイドファンデーションだと、薄付きの気がするので物足りなく、ジェルクリーミーファンデーションを使ってます。 その上にコンシーラーとパウダーすればいい感じです。ジェルクリーミーファンデーション。タブランドだと黄色味強いファンデが多いけど、ピンク系の色味があるので使ってる。薄付きに見えて肌が綺麗に見える。あと、色味が肌に合うというか、やっぱり日本のメーカーだから日本人向けに研究してるのかなと使うたびに思う。私の感覚では RM k のファンデで、カバー力が一番マシなのはジェルクリーミーだと思うのですが、RM k のファンデはどれも薄付きツヤ感樹脂らしく、 毛穴は隠せてもシミは隠れないのでコンシーラーと一緒に使ってます。メイクアップベース。初めて下地買った時透明感出て感動した。ただ日焼け止めの機能はなし。バランススキンコンディショナー。化粧水ってこれ一本でいいってやつだよね。そう考えるとかなりお手頃だよね。ルミナスペンブラッシュコンシーラー。目の下のくすみをパッと明るくしてくれるのでマスクメイクの秘術品。ピュアコンプレクションブラッシュ。チークを買ってきました。薄付きなので使いやすいです。 セパレートカールマスカラ、利用部員の時で、RMK の部員さんがセパレートマスカラ大絶賛してたよ。下地とかよりマスカラ、マスカラを買ってと、アイディファイニングペンシル、綺麗な色がとても豊富だと思う。家で天国、リップバーム、リップバーム愛用してます。何度もリピしてる。でも指で塗るのに抵抗あるから、綿棒で塗ってる。面倒くさい。RMK のグロスは本当に荒れないから愛用してます。ただめっちゃ落ちる。 指に軽めに取って唇に馴染ませるだけで結構潤おって朝起きてもバサガサしないから気に入ってます。グロースティック。グロースティックよいよ。いつも秋冬に使うんだけど、ちょこちょこっとつけるだけで、自然とツヤが出た感じになる。グロースティック使っています。ファンデの前に目頭や鼻筋に塗ると自然でいい感じです。スティックハイライト使ってる。程よくキラキラしてツヤっぽさが出るから好き。グロースティック。これ本当にいい。 上品なツヤとみずみずしさが手軽にできる。仕上げにこれないと無理。フローレスカバーコンシーラー。最近、目のクマはこれで隠してます。ファンデーションの上から手で塗ってます。アンドビーのオレンジを目の下に入れても肌色が合いませんでしたが、これの03ピンクオレンジと混ぜたら浮きませんでした。コンシーラー好き。筆ペンタイプとパレットタイプ両方を持ってる。簡単なメイク直しにも使える。 ネイルハンドクリーム。RMK と言ったらファンデだけど、私のおすすめはハンドクリーム。めちゃくちゃしっとりするのにべたつかなくサラサラで、そのしっとりサラサラ感が長続きするので超おすすめ。ポイントメイクアップリムーバー。ポイントメイクアップリムーバー何度も力してる。肌荒れしてニキビ跡も結構ある状態で見に行ったら BA さんに、うちのベースメイクは薄付きなんで、適幻な顔をして言われてから近づきにくい。がっつりメイクにならないところはいいよ。 肌汚い人は近寄っちゃダメ。あと、ブルベ寄りのものが少ない。作った人がルミコだったからルミコなんだっけそう呼んでる人もいるけど、若い子は RMK って読む率高い。ルミコ、なんて呼び方初めて知った。ショップでも雑誌でも RMK だよね。友達もみんな RMK 呼びだよ。世代で違うの元スタッフですが、RMK が正式読みです。アラフォーはルミコっていう、年がバレる。ルミコさんがいた時の方が、 とかよくここで聞きますけど、私は今の RMK も好きです。ディレクター変わってからおしゃれになったよね。マットなパッケージ可愛い。パッケージがシンプルで好き。RMK のアイシャドウは本当に粉質が良くて、限定出るたびに集めてます。大学生の18歳から使い始めて、今35歳。RMK は、私の中でも若い子のイメージで。 もし正道と返すケイやに変えるべき年齢かなと。悩むけど、タノだと肌に合わずに結局 RMK に戻っちゃうのよ。デカコスだけどそんなに高くないから買いやすいよね。皆さんいかがでしたかこのチャンネルでは、今後も面白情報、有益情報をまとめていきます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。皆さんの意見もぜひコメントしてね。紹介したアイテムは概要欄をご覧ください。それではまた。